はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀岡です。はい、今日木曜日練習行きたいと思います。今日も市議会になってます。まあ普段のなんていうんですかね、何にもないところの練習っていうところはちょっともう段階をちょっと超えて、まあ緊張感を持たせながらその中で自分の体を操ったり技術を操ったりとかするっていうことが必要になってきたので、まあ、緊張感を高めるために今日は個人的に試技会をやりながら練習していきたいなと思っています。はい、まあね、まあ、この前、まあ、だいぶ安定はしてきてるんですけど、まだやっぱり本当に大事な時とかそういう時にできるかっていう確証はないし、まあ確証は試合が終わるまでできないんですけれども、結果が出るまでできないんですけども、ただそこの確率をどれだけ上げていくかということがやっぱり必要なことになってくると思うので、ね、まあ、本当に緊張感を求めてですね練習をしていっています。はい、で、まあ、これ今日何回目だろう、4回目ぐらいかな、4回やって、まあ、少しずつ慣れてきてるんですけど、昨日うちの妻にですねトーク力がないと言われまして、まあなんか、まあ、自分の伸びしろだと思って、いいじゃないかと、まあ、そうやって言ってもらえるだけ、ね、自分にはまだ成長のチャンスがありますから、ね、嬉しいことだなと思ってトーク力鍛えていきたいと思います。ね、トーク力ってなんだろうね、わかんないけど流暢に話すことかな、言葉があることかな、なんだろう、感情を込めて話すっていうことかな、わかんないけど、まあ、ちょっと特力は磨いていきたいなと思います。まあ、そんなことより今日も、練習、ね、東京五輪に向けて人の心を浮かす演技をするってことに向けて、今日も全力でいきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、それでは、今日も見ていきましょう。今日も市議会でした。はい、まあ、頭で思い描いた演技というのを体現するっていうことが、まあ、原則になると思うんですけれども、まあ、今日の演技は最初の正答率はね、この前の試技会の時に比べてすごく良くなったかなと思います。結構スムーズにスッと上まで上がってね、良かったと思います。で、ここのショーンもまあ割と悪くなかったかなと思います。ブスナリもちょっとね、今日やっぱ休み明けっていうことで体幹が締まりにくくてちょっと体緩い感じしたんですけど、でここで開脚旋回がかなり詰まっちゃって、いやー、これ本当難しい、まあ、ここは要努力ですね、ループ旋回で。今日はちょっとここでバランスを崩して危ないシーンがあったんですけど、でもまあここなんとか耐えて最後まで行くというような感じですね。まあここ小分けにして後半の演技だけやるとすごくいい演技が出るようになってきたんですけれども、全部つなげるとまだちょっと怪しいなというような印象です。後半の演技ですね。ここちょっと、E コンバインという技を入れましたね、最初ここ。ここからと後半同じように。結構良かったと思いますね。後半はひたすら体を締めて、ひたすら回すということが大事かなと思いますね。ここはかなりこうスピード感と躍動感だったりとか、そうですね、そういう雄大性とかそういうとこ見せていきたいですね。これは開脚旋回の単発練習ですね。でもこれ結構良かったんじゃないかな。やっぱこうちょっとここコツをつかんだ感じがありまして、おそらくスピードつけていくことが大事なのかなと思って、ここちょっともう一回反復したいなと思って2回やりましたね。今日は間違えてないですよ、今日は間違えてない、これ2回やりましたか、ちゃんと反復をしましたね。多分移行の時にスピードをつけて開脚行った方がおそらくいいんじゃないかなと思います。これがな、演技でできればな。でもなんか今日試技会やってみて思ったことは、あ、こういう演技するといいっていうのがなんとなく見えてきて、あとそれを体現するだけなんですけども、その体現、いや本当にいけるのかっていうようなちょっとまあ不安もあってですね、まあそこは要努力ですね、要努力ね、望むところですね。ショーンちょっと今日うまくいかないですね。でなんかちょっと持ち損ねちゃったんで3回やろうと思ったんですけどやりました。はい、今日もお疲れ様です。今日練習終わりました。今日まあ失敗はしてないんだけど、
まあ、思うような演技ができなかったですね。まあ、これじゃダメだなと思います。でもまあ理想を下げずに、ね、まあ、いかにその理想に近づいていくかということがすごく大事になります。で、まあ、今日思ったことはそのちょっとこうマインドを変えようかなと思って、まあ、強気に完璧を狙うということからは、まあ、いつもブレてないんですけれども、まあ、それだけじゃなくてちょっと10個の技のある演技をちょっと分解して、まあ、意識的に分解してみて、まあ、なんか2部構成みたいな感じで、まあ、これはちょっとマニアックなんでちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、まあ、明日もまた試合と同じような気持ちで試合と同じような動き方をしながら練習していくことになるので、まあ、明日はまた今日とはちょっと違う、まあ、シーンはぶれないですけど、違う試みをしてみてですね、どうだったかっていうのをまたフィードバックできればいいなと思います。じゃあ明日も頑張ります。ありがとうございました。